子供の遊具の企画ですね、今3時45分、4月16日土曜日、子供の遊具の企画だけれども、5マイクロを超えてますね、地上ですと。まあ地上って言いますか、当然この子供の遊具は地上にしかないわけですけど、大丈夫なんでしょうか、普段の50倍以上ですね、これ見ると。砂なんか触ってですね、体に吸い込んだら、まあ、それこそ私はまた大変だと思うわけですよ。外部でこうやって測っていたってね、これだけ出てるわけですから。まあ、そこの遊具、お子さんたち遊んでますね。まあ、ちょっとあまり驚かせないように、ちょっと音を切って撮影したいと思いますけれども。